どれどれ見せて見せて。うわー丸い黒がようちゃん、これは綺麗ね、上手ね、うん、あすごい、でもまん丸になるんだね。泥団子と聞いてイメージしたらやっぱり泥をこう玉にして力強く握ったっていうイメージはやっぱりすぐに浮かびましたよね。それは泥団子は作ったことはせーのありません。私だけ違う。作ろうとして玉砕したことがある。作ろうとして作りかけた、作りかけた、こっちまで作った、作ってみたかったの。いつ頃、いつ頃だろう、幼稚園年長か小学校か低学年ぐらい、うん、に、うん、あのツルツルのやつに憧れて、うん、あんなやつが泥からできるのかみたいな、うんうんうん、大体団子作るというのは子供が一番好きな遊びでこうやり始めて、最初はこの握ることすらできないから、でこれをやり始めて、それからそのサラサラの土をねこう先生かけるといいよとかって言って、でかけ始めて、それで赤土も用意するわけよ。赤土山と黒土山を用意して、ほんとその午前中はこれを一生懸命やってるんだけど、これが上手くなると今度赤土山の方に行くわけよ。その茶色い綱をかけると先生乾いた赤土これをバーってかけて、あのかけるとその固まるよって言うわけ、そのべちょべちょやったやつが。ああそうっていうような話したりね、じゃあ一緒にやってみるわとかって、でそのうちにこうだんだん粉をかけるのがもう夢中になって、最初からそんなピカピカ団子を作ろうなんて思ってないんだわ。だけどそういうことを何度も砂もいるっていうことを発見するわけ。その赤土だけではダメで砂もいるって言って、砂を今度砂場に持ってって、今度バラバラとかけて、でこうやって、でまた赤土のとこ持ってって、でこれを一日で延々とやるわけで、そのうちに壊さんようにね、そのうちにこの小道具こうやってこすれる。ほんと光るよって言うわけね。あーすごいねって言って、私の方ね、先生の方こんなんできたよって言ってね、それでまあ一日終わっちゃうね、その段階ぐらいね。そして同じもの。バイバイ。
分の好きなことを自分で選んで、うちの園では遊んでます。子どもたちにとって土っていうのは多分そのお魚から猿になって人間になってきたプロセスですよね。そしてだからもう DNA、まあ、本能と言っていいですね。 DNA の中にあるんでしょうね。寒い時はあの猿の時代に土に潜って冬を越したりとか、あの土掘って山芋食べたりとか、それからあれですよね、あの昆虫を取ったりね、あの土の中の昆虫を食べたりしていたんでしょうね。アメリカの子もパリの子も北京の子も日本の子もみんな泥大好きですよね。泥がいるんですよね。あの多分脳の中に進化の過程でこう培った快感本能があるんですよね。あのもうこう先生が言ったからとかお母さんが言ったからとかじゃないですよね。物の見方があの主観で捉えてるしね。それで自己中ですから時間がないですもんね。全然今しかない。今はしっかりあるんですけどね。今はあるんですけど、過去とか現在とか、過去とか未来とかっていうものはほとんどないですよね。だから私たち大人の場合はもう禁欲、権力欲、名誉欲、性欲、まあ、DNA に残したいというね、その4つがほぼ主な行動原理になってるんですけどね。子供たちはこれ全部ないですね。全部ね。三輪車乗ってっていうのはこれで金儲けしようと思って乗ってるんじゃなくて好きだから乗ってるんでね、三輪車乗ってる。ドロンコもそうですよね。そうですよね。で初めツルツルヌルヌルとか土にこう向かっていくんですけども、当然そこからあれですよね、怪獣を作り出したり団子を作り出したりっていう、その表出の時代、表出とその表現とか行ったり来たり行ったり来たりするんですけどね、その無意識の世界のこう様々なこう思い、悪い思いだけではないんですけども、あれですね、発散したい、あるいはガス抜きしたいっていうことでね、で子どものこうドロンコ遊びなんていうのは見事にその表出と表現、表出と表現っていうのをね、表出っていう方は大体叱られるんですよ。汚すとか発散するとか泣くとか大きな声出すとかっていうんですけど、ものすごく大事ですね、表出っていうのは。で表現っていうのはみんな褒められることが多いですよ。その形に現れたとか、積み木なんかでもってこうブロックでこうやればすぐに天才だねとかね言われたり、そのあれですね、ダンスを覚えただとか英語を覚えたとか漢字を覚えたとか。で表現っていうのはあれですね、ことごとくこう評価されて高くされて、この教える表現価値のあるものだけに偏ってきてるんですよね。こうやって子供と一緒に暮らしてると、子供っていうのはものすごく生きづらいもんだなっていうのが分かります。あれですね、ほとんど大人の世界は自然科学で正しいっていうものを見つけ出すし、経済的な合理性だとかですね、あれですね、こう経済性とか合理主義とか民主主義でこう価値を作ってますよね。だからそれらをマスターした人っていうのは本当に生きやすいんですけどね。この子たちは自己中ですから、もう本当にあれですね、すぐ喧嘩になっちゃうんですからね。だから自分が一人称になったというふうにして自己催眠かけてやってみると、ものすごくぶつかりますね。だから子供たちはすごいストレスがたまるんですよね。だからそのこういうドロンコなんかがに行くんだなっていうのがよくわかりますね。はい、おお、すごいね。落ちなかったね。なんでだ。
だからその土の場合にはでもう丸が好きとかっていうのはあれでしょうね、なんでなんていうのないでしょうね、ほとんど無意識のうちにそういうものを作っていくですよね。だからそこ泥んこやったり土遊びやってれば必ずそこ通るよね。まあいろんな怪獣になってったりね、お花になってったり山になってったりこうしていくと思うんですけどね、だから泥んこ遊びの中のほんの一部ですよね、泥団子作るっていうのね、泥団子作るっていうのはね。わあすごい、職人さんのように作ってるね。上手ね。待て待て、多分そのね、泥んこなんていうね、泥団子なんていうのは表出が終わって表現の方の面白さにね、うん、でも光る泥団子とかああいうのをやってる人はね、もうそれを作る芸術的に作るとか作品作る目的みたいになっちゃってるね、うん、僕なんかはこの遊びの中でやる分にはいいけども、ああいうふうにこうお茶を立てるみたいにやるのはね、0、1、2、3、4、5 の、 子供たちが求めてるもんじゃないなと思ってね、うん、生まれつきだって2歳って言ったって限りなく1歳に近い子もいれば3歳に近い子もあるし、お父さんもお母さんも陸上競技の選手だと、もう DNA 的に最初から早い、早いからね。だからこのここで使う哲学っていうのはね、自己実現っていう哲学を使わないと幼児教育はできない。それどういうことかっていうと、その子の持ってる個性と能力が花開いた時で、その子が努力して精一杯やった時に OK というよね、オンリーワンの考えですよね。みんな違っていい、みんないいっていうことが言えるわけですしね。でどの花見ても綺麗だなってね、スミレもバラもね、みんな評価できるんですよね。Thank you.